魔との格闘に比べればお前など他愛もない。どうやらチームで戦った方がいいな。きっと見つかるわ。ヒッテン、この仕掛け自体は安全だ。だが作動させる方法を探しているうちに死ぬだろう。落ち着いて。これで少しは援護になるわね。ドアがロックされてる。おしまいにしろ。抵抗するのはよせ。見つけたか。だが使うまで生き残れない。覗き野郎、じろじろ見るな。危なかった。借りは絶対返すわ。必ず。ふざけんなよ。よし、カメラ停止。カンフーで倒すぜ。つけられる。あんまり浮かれるな。殺すのが楽しみになった。手加減せずに済む。俺たちを監視するな。うわ、綺麗に塗り直したい。簡単だったね。まだまだやることあるけど。集まって、はい、さっさとおさらばするぞ。貴様らが恐怖を感じるとクライアントが喜ぶ。怯えろ子供たち。別に全然構わない。待つんだ。ドアがロックされてる。しばらく目をつぶってて。今のはちょっとやばかった。
指数、ウイルスに感染したお前たち、そしてゾンビ。イカれた世界だが実に金になる。奴らなんで怒ってんだ。助け合ってもお前たちの執行猶予は短いぞ。これって安物なんじゃないの。嫌になるな。クライアントに貴様らをリラックスさせすぎと言われたんでね、もう手加減は終わりだ。俺の攻撃こそが最強の防御だ。ふん、思ったより簡単だ。こっち来い。ほら、こっちよ。こっち。お前たちは死に、俺は儲け。脱出脱出。貴様らを褒めてやりたいが、親に嘘をつくなと言われて俺は育ったんでな。ここで回復しましょう。なんでまだ生きてるのかわからんが、まあそう長くは生きられない。うちのママがよく言ってたよ、マジ最高ってね。この力でお前を終わらせる。場所だな。拳の準備完了。ここまでやったのには驚いている。やったぜ。そいつは痛みを感じない。お前の痛みも終わらせる。この誰がこの子をぶっ壊せ。
死んでるはずだった。なんで生きてる楽勝だったはずだ。